ベーライバノーブナザスーリチ1919年5月8日は、ロシアの女性革命家。1849年8月8日、ロシア帝国西部のスモレンスク県、ミハイロフカ村に生まれる。聖火は小貴族で、3歳の時に父親が死去する。母親の計らいでビアコロボに住む裕福な親族に、姉二人と共に預けられた。 1866年女学校を卒業し二人の姉と共にサンクトペテルブルクの寄宿女学校に入学する。ザスウリッチは姉の影響で革命思想に共鳴し、ナロードニ期運動に参加する。寄宿女学校を卒業後、モスクワ大学に合格するが、大学には行かずに、モスクワ郊外の班児の事務所で助手として働く。様々な訴訟を扱う中、 特に当時の農村の悲惨な状態に触れることになる。1868年再びペテルブルクに出て、裁縫や製本の仕事の傍ら、夜間学校で工場労働者に読み書きを教えた。ザスーリッチがセルゲイ・ネチャー・エーフと出会ったのはこの時期である。ネチャー・エーフの活動をザスーリッチは助けるが、1869年3月ネチャー・エーフがスイスに亡命した後、 ザスーリッチと姉はネチャーエーフ事件に連座し逮捕、投獄された。ネチャーエーフ事件の裁判で証人として出廷した後、1871年3月、釈放される。しかし数日後、再び拘束され、以後、警察の監視か、いくつかの地方で拘束される、行政流刑処分となる。ザスーリッチは、公禁中に意識的な革命家に変貌したと考えられる。 1873年に釈放され、1875年9月、キエフに移る。キエフで、ナロードに基礎式、南の分太ありに参加する。この団体は、バクニン主義の影響の強いグループで、ここで修正の友人である、レフデイチに出会う。デイチは、この頃の座数リッチについて、私的で白式であり、注目に値する女性であると記している。しかし、 他のナロードニキが農民との圧力で運動が挫折したのと同様、座数日も農民に受け入れられず運動は行き詰まりを見せていた。1876年、ペテルブルクに出てナロードニキ組織、土地と自由に参加する。1877年7月、76年12月のデモに参加し逮捕された。 大学生で政治犯のアレクセイ・ボゴリュー・ボフが監獄を視察したペテルブルク特別市長官、ヒョードル・トリポフ将軍に対して脱帽拒否、報復として連携とされたことに囚人が怒り暴動が発生したという新聞記事を読む。この事件は革命派、過激派のみならず多くのインテリゲンツやも噴撃させた。ザス・ウリチもその一人であった。 1878年1月24日、ザスウリチは、小鶴バの偽名を名乗り誓願のためとトレポフ将軍に面会し、将軍を狙撃した。ザスウリチの放った弾丸のうち、二発目がトレポフの左脇腹に命中し負傷させた。ザスウリチはその場で逮捕され、裁判にかけられるが、事件は世界的に知られることとなり、普通法による陪審裁判所で取り扱われ、 無罪となった。無罪判決が下った瞬間、法廷内は歓喜の声が充満し、裁判所の外で判決を見守っていた群衆は、座数理事を観光を持って迎えた。さらに各地で先生に対する勝利のデモが勃発した。座数理事は、再逮捕を恐れ、他の多くの革命家がしたように、スイスに亡命した。土地と自由派が革命の手段をめぐり、テロによる、 要人暗殺を肯定する人民の意志派とテロの否定と農村での専部を重視するゲオルギー・プレハーノフ率いる黒い理リ派に分裂する。1879年黒い理リ派に参加し、1881年の皇帝アレクサンドル2世の暗殺につながるテロリズムには反対した。スイス亡命後マルクス主義に転向する。この間、ロシアの共同体をめぐり、 カール・マルクスとの間に書簡を往復させる。1883年、プレハーノフ、パーベル・アクセルロードとジュネーブにおいて、ロシア最初のマルクス主義組織、労働解放団を結成する。労働解放団の依頼で、ザスー・ウリッチは、マルクスの作品をロシア語に翻訳する。1890年代に、インテリゲンツやの間に急速に、マルクス主義が浸透すると、 1898年の社会民主労働党結成の演員を作った。1900年、ユーリー・マルトフ、ウラジー・ミル・レーニン、アレキサンドル・ポトレソフら新世代に属する急進的なグループとザ・スー・リチ、プレハーノフ、アクセル・ロードらの間には、ある種の対立関係が生じるようになっていた。しかし6人は共同して、イスクラを創刊し、編集局員として働いた。 1900年から1903年にかけて、イスクラ市場で広報マルクス主義として知られるピョートルストルーベやセルゲー・ブルガーコフと論争を展開した。1903年、イスクラ編集局は、ブリュッセルとロンドンで、社会民主労働党第二回党大会開催にこぎつけた。しかし、第二回ロンドン大会で、社会民主労働党は、レーニンのボリシェビキとマルトフのメンシェビキの両派に、 分裂する。ザスウリッチは、メンシェビキに参加指導派指導者の一人となる。1905年の第一次ロシア革命の後、ロシアに帰国した。しかし、革命に対する彼女の情熱は、次第に冷めていく。1914年第一次世界大戦が、勃発すると、プレハーノフと共に、ロシアの参戦を支持した。1917年の10月革命には、反対した。 1919年5月8日にペトログラードで死去した。ありがとうございます。